イドル研究会から来ました、オムズです。よろしくお願いします。私たちボムズはですね、筑波大学に所属している、アイドルコピーダンスサークルになります。普段は学内学外のイベントに出たり、公式のユニドルというアイドルコピーダンスの大会に出場したりして、活動しています。はい、そう、今日はね、はい、久しぶりの地元茨城でのイベントということで、めちゃめちゃみんなテンション上がってるし、しかも野外もう久しぶりなんで、めちゃめちゃ ね、もう今日も天気良くて本当良かったです、ね、楽しんでいきましょうね。そしたら今日のメンバー10名、自己紹介したいと思います。はい、はい、M2 のカオルンです。お願いします。 M1 のユウカです。お願いします。ユウカ。はい、3年のユウナです。ユウナ。はい、3年のアヤメです。アヤメ。3年のカカです。カカ。2年のアオイです。アオイ。2年のユナです。ユナ。1年のカナです。カナ。1年のコトリです。コトリ。1年のレイです。レイ。はい、今日は、出演予定だったメンバーのさくらは体調不良で今日の9分お休みなんですけど、10名で楽しんで、盛り上げていったらなと思います。よろしくお願いします。はい、そして今日一つお願いがありまして、撮影とか、動画とか撮影は OK になります。OK なんですけど、SNS とかに上げる際は一旦ボムズの公式 Twitter のアカウントの方に掲載許可などを、取ってもらう連絡を、お願いしたいです。はい、掲載許可があったら掲載ということでお願いいたします。はい、ということで早速次の曲に行きたいと思います。盛り上がっていきましょう。グゾリアリティ、グゾリアリティじゃん。
とお知らせの方があるので聞いていただけると嬉しいです。一つは、先週ですね、ちょうど1週間前に、筑波大学学園祭の、オンライン総合祭の方が、YouTube 見てアップされました。私たちの、YouTube チャンネルを創設しまして、そちらで、私たちで、編集を行って、オンライン学祭としてアップしたので、こちらもぜひチェックよろしくお願いします。もう一つが、2022年3月9日に、ボムズ単独公演を開催することが決定しました。場所は、筑波発表ホール、にて、開催します。はい、平日なんですけれども、たくさん人見に来てくれると嬉しいです。初めての単独なので、はい、ぜひ、ね、不安なこともあるんですけど、みんなが見守ってくれると嬉しいので、ぜひ見に来てください。お願いします。はい、という感じで、お送りしてきましたが、もうラストスパートという感じになります。ラストスパートですね。今来たばっかりですが。ばっかり。大丈夫、みんな温まってますか？ちょっと寒いけど今日大丈夫？ありがとうございます。最後まで、はい、盛り上がって、はい、最後まで盛り上がっていきますか。イエーイ。ありがとうございます。それでは行きましょう。次の曲行っちゃいましょう。
では以上、筑波大学ボムズでした。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。この後も楽しんでってください。ありがとうございます。めっちゃカレーの匂いしてお腹すいちゃった。カレー